お待たせして申し訳ありません。急な呼び出しでごめんねってお気になさらないでくださいまし。私もあなた様に用がございましたから。それで私に何かご用でしょうか。ありがとうございます。私の誕生日を覚えていてくださったなんて感激ですわ。え、私のためにパーティーの準備を？やはりあなた様は私の騎士となるべきお方ですわ。早速二人で参りましょう。え、私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。え、何か言ったかって？何でもございませんわ。さ、早く参りましょう。私の誕生日だから一般庶民が行くお店をいろいろと紹介したいって。そうですが、私はてっきりデートのお誘いかと。いえ、なんでもありませんわ。早速二人で参りましょう。私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。え、何か言ったかって？何でもございませんわ。早く参りましょう。これはまさかたい焼きですの？ありがとうございます。これはメルクリウス財団結成時の思い出の食べ物ですから。でもなぜこれを私に？プレゼント？あなた様からプレゼントをいただけるなんて。え、しかもパーティーの準備をしてくださっているんですか？ありがとうございます。私は本当に幸せ者ですわ。え、私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。え、何か言ったかって？何でもございませんわ。さ、早く参りましょう。